これは映像があるラジオです。ここでしか聞けない恋愛話をノーカットでお送りします。お耳だけ傾けていただければ幸いです。それでは、キックオフ。でさっきちょろって言ったその何恋愛でっていうのは何ですか？あ、じゃあ、いや別にその恋愛でそういうあるじゃん、そういう苦しい、なんか恋愛で傷ついたりとかない逆にないの？ありますよ、はい。多分私も1回ぐらいやる、恋愛で傷ついたこと。どんなあれだったの？でもないですか？あります、あります。その、あ、でもアナウンサーさんってどうやって思う、その知り合うんですか、いろんな人。いや、意外とないんですよね。多分一緒だと思うんですけど、うん、めっちゃいろんな人会うじゃないですか、うん、いろんな人が会わせてくれるじゃないですか。けどそれって仕事絡みのことが多くないですか、うん、でもそのスポーツ選手、その私たちは、はい、夜ナイター練習だったので、ナイツそういう食事会とかも別にないし。確かにそうだ。そう、だから昼間練習の人たちは多分あるじゃん、はい、J リーガーの選手たちも昼間練習は夜ご飯を普通にみんな食べるから、そこでみんなで、はい、ご飯じゃ行きましょうとか食事会とかあるかもしれないけど、私たちはベレーザっていうチームはナイター練習だから、練習終わって9時とかで家に帰って10時半11時とか、うん、でそれでご飯食べてまた次の日っていう感じだから、うん、一番驚いたのは引退した後に普通に夜例えば7時ぐらいに外でご飯を食べてることがもう悪いことしてるんじゃないかと思って、もう本当にそういうないから、いつも練習の時間だったから、だからそれがまずその人とその時間にご飯を食べてることが罪悪感を覚えてるとか、あとまあでもその例えば月曜日休みだったんですけど、じゃあ当時付き合ってる彼氏がいます、はい、で火曜日ってオフ明けって走りなんですよ、でもうめっちゃめちゃ苦しい、その走りが。だからもう月曜日夕方5時になったらもう早く家に帰りたい。なるほど、ね、でそれを彼氏がいつまでも帰らないみたいにやってると、もうすっすごいイライラしてきて、いいから早く帰れよってこんなに思って、でもそういう、なんか当時はまだ若くて、なんか相手も若くて車とかもないから電車でその駅まで送ってくれるってなって、でそれを普通はきっと普通だったらありがとうってなるじゃないですか、私はゲーって思って、もういいから、もいいか帰りたいこっちはと思って、で私の駅に着きました、したら帰りの、その電車が来るじゃないですか、はい、なんで乗っていかないの、遅らせていく の一緒にいたいから、知らないよって言ったら乗ってくれる、なんか思ったことが。その人はサッカー選手ですか？普通の人。え、何してる人ですか？わかんない、その当時若かったから、はい、で向こうも多分学生とか大学生とか、どこで出会うんですか？それはなんで出会ったんだっけ、はい、そんな私大した恋愛してなくて、付き合ったのも遅いし、で付き合ったら結構長いから、はい、そう多分その人との紹介みたいな感じ、人っていうか友達、はいはい、でサッカーが多分好きな子でっていうの。でも今も昔も美しいですから大変表になったじゃないですか。いえだからでもそう、なんかあれでした、だからそのサッカーに邪魔になる恋愛はとしたことがないから、だからその嫌になっちゃう。それだけ一途にねサッカーと付き合ってたっていうこと、多分結構みんなそうだった、女子サッカー選手、みんな5時ぐらいだったらもう早くお家帰りたくて、だから次の日のコンディションを整えたくて、ね、男子サッカー選手に言ってやりたいですね。男子サッカー選手、でも今の子たちってどうなんだろう。まあまあ、いろんなタイプがいますよね。そうもちろん真面目な人もいるし、その何なんだろう、そのガソリンを吸うようにそれを活力にする。確かにそう、本当でも男子サッカーでも羨ましいと思っていつも、だベルディとベレーザで、はい、ベルディの選手といつも同じ でよくいたずらされてた、その車に私の車でベルディ選手たち帰るときに、となんか選手がワイパー、いたずらそういたずらして、ワイパーこうやって立てられたりとか、あとでもお菓子置いてくれてたりとか、その頃のベルディっていうと、とか、でも同い年とかは山田拓也とか、同い年とか、あとでも誰だ、代表とか、でも拓とか、あと小倉とか、青さんとか、そこら辺の。それでそういう仲良かった、だからそういうフィティモンスター、うん、とか、あと、うん、なんか米山とか、なんかそうよくいたずら、あと石塚とかも、石塚さん、京都で山城高校ですね。そう、はい、だからなんか筋トレルームでリフティングやろうってリフティングやって負けた方がなんか前髪切るとかやって、私パツンって切られて
でもーっていう、そういうなんか仲良かったです。ベルディの選手とベレーザの選手交流があったんですね。カズさん、カズさんは、私が、そのベレーザの時選手だったんで、カズさんってあのよくテレビとかでも、あの言ってるんです、いろいろなコンビニ行くだけでも、ガウンを着るとか、そうで本当にもカズさんって別格でもうめちゃめちゃかっこいいんですけど、トレーニングルームがあって、それはみんな使える筋トレ室があって、でそこの中をベルディの選手たちはシャワー浴び終わって、まあ、お風呂とかもあるんですけど、入ったらみんな私服かまたジャージに着替えて、マッサージを受けたりするんですよ。だけどカズさんは一人だけ絶対バスローブ。あ、本当なんですね。でバスローブを着て筋トレなんかこうやって入っていったりとか、とかあといろいろ話していける、いろんななんかそのあのなんだろう、面白いことを話してくれるけど、うん、例えばその前泊あと試合が、ナイターの試合の時に、ホテル全泊あるじゃないですか、うん、そしたらカズさんは1日5食全部パスタって言ってた、試合前で全部そうやってパスタって体にエネルギー、カルボなんちゃらって言いますね、あー カーボローディングみたいな、知らない、何それ、はい、パパッとエネルギーを貯めるっていう、ああそうなんだ、はい、そうだからあのパスタ炭水化物だけど、まあ、エネルギーを、うん、ガソリンを体の中にガソリンを貯めておけるじゃないですか、はい、でもうそういう肉とかあの試合前に食べても意味がないんで、うん、吸収しないと、とにかく炭水化物を食べる、うん、だから、全部5食全部パスタとか、もう数々のね伝説を持ちですけど、あとオフの前は、あ、オフ期間は体重減ら増やさないためにやっぱすごい食事を減らすって言って、うん、あとご飯食べに行くぞって時に必ずカズさん腹筋何回で500回、なんか飯行くぞって言った時に必ず出かける時とかも腹筋500回かなって言ってた、そうやっていくって、かっこいいですね、でそういうのを教えてくれたりして、もう本当でも現役時代はサッカー一筋で、はい、ベレーザの仲間同士とコンパ行こうとかってなんないですか、はい、あね、コンパとかだから行ったことないですよね。その、あ、でもあの、私が引退してその現代の子たちは多分行ったりとか、その現代的に、うん、アナウンサーさんたちと、だから私が引退して、はい、アナウンサーの人によく言われてた、それで飲み会やりましょうって言って、行ってるじゃないですか絶対。誰ですか。それで、なんかベルダ選手たちと行きましょうよってよく言われてたけど、私がそのコンパとか行ったことがなくて、はい、絶対実況周りの人です、ね。でなんかあの、だから私はそうやって行かなかったけど。はい、その選手と多分アナウンサーたちとかって、うん、それ男子も女子もそうだけど、ね、やっぱり仲良くなって、うん、そのパーソナリティを知れると、うん、その実況もしやすくなるじゃないですか。もちろんです、もちろんです。で、はい、やっぱりいい中継をしたいから、うん、だからそういうので、交流のために結構行ってた、ちゃんとあのみんな。はいはい、親睦会ですもんね。そう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 、ね、でやってました。いわゆるその合コンでお持ち帰りとかそういうじゃないですもんね。全然本当にそうじゃなくて。そういう合コンはなかったんですか。そうだ、日本に行ったことない、本当に。引退後は？引退後もない、その引退後には合コンとか行ったことがなくて、でも食事会っていうかそういうのもある。はいはいはい、22とか。22とかもない。え、何ですかその22の、あ、やっぱそういうのいっぱいある。いや、いっぱいはないですけどね。一般的に皆さんあるんじゃないですか、そのだから多分一般の、そう、まあ、誘われたりとかするけど、なんか、はい、あれが苦手だった、うん、なんかそうだ、合コンとか誘われたりとかしたらサッカー好きの人って多いよ、男の人で、はいはい、そうするとなんか一回さ食事会行った時に、うん、サッカー好きの人たちがいっぱいいて、うん、でも女の友達も私もいるじゃないですか、うん、だけどサッカーをやってたら聞きたいんじゃないですか、サッカーの話を、まあね、でそうしたら他の子たちはつまんなくなるじゃないですか、でそれが耐えられなくて、あ、私は優しい、いや自分ばかり注目されるとね、前の子がね、そうで、しかもサッカーの話でこうやったら、うん、他の子たちは絶対つまんなくなるから、ついてこられなくなっちゃうからね、そうで、だからその本当にやめてくれよってやっぱ思うじゃないですか、うん、そしたら自分も楽しめないし周りに気を使いすぎて、はい、だからその時は世の中ってサッカー好きと多いんだなって知ったんだ。今の話のオチは世の中ってサッカー好きって多いんだ、多いんだと思って、ね、まあ、ワールドカップにしてもオリンピックに盛り上がるって言ったりね、あんだけの加盟国があったりとかね、だからそういうのがあったから、もう職員して会とかは向いてないなと思って、なるほど、うん、今はねもうお子さんがめちゃくちゃサッカー頑張ってるんでしょ、うん、そう、5歳になって、1、2ヶ月、5歳と2ヶ月
なんですけど、はい、もうなサッカーも好きすぎてで本当しかもスクワがコロコロ数年コロコロしてるんですよ。あ、肉付きがいいんですね。すっごい食べるから、それだけど走れるんですよ。でも不思議、なんで走って痩せないんだろう。でもそれ以上取ってるんですかね。いや本当に、走ってだって、その5歳で、ロックアイランドの施設でやってるんですけど、はいはい、神戸で、あ神戸ので、1時間半の練習やって終わってから普通みんな帰っちゃって、その、はい、なのにそっから3時間とかずっとお兄ちゃんたちと、そうそう、いや本当なっちゃいますね、これプロに。いやでもあの DNA たるって思いました。なんかそのでもこれ言ったら親バカで本当に非難がしませんか。いいんですよ。だからそのでも今だよ、今、その大人だったら分かんないけど、教えてないことがその感覚でできてるのを見た時に、あれやっぱ DNA たるなって、そうですよね。もともと大竹さんも努力の鬼だったんですもんね。まあ鬼か分かんないけど、まあ、人一倍 で、ね、でも多分みんな結構そうだと思います。だって同じじゃないですか、アナウンサーも、ね、みんななりたい職業でみんなが憧れて、まあ、負けず嫌いだったりとかはね、だから人一倍やってますよね、きっと。それはそうですね。まあまあ自分より上の人はたくさんいるからあれですけど、まあね、負けたくないんでね。そうそうそう。いやでもそれがもう早くも5歳で頭角を現してたんですね。そう、だけどそれが何がすごいって、好きだから、あのこっちはやりなさいじゃなくて、もうやめなさいって言ってる。もうお願い帰ろうって、どうやって帰るかって、もうなんか絶対帰んないから。だからその好きが一番伸びるじゃないですか、はい、好きだったら勝手にもっと上手くなりたい、だから練習をするって、ほっといても、だからその何かを上達させるためには好きの気持ちが一番大事と思うから、って考えた時に、もうめちゃめちゃ好き、私以上にサッカーが好きだから、だから何かにはなるなと思って、そのサッカーに何かこのまま行ったら、なんかさ、でもサッカー選手か分かんないけど、なんかにはサッカーがこれだけ好きだからなるんだろうなとは。いや楽しみですね、いつか、これの YouTube チャンネルで、じゃあいつか取材来てしまう。いいですか、もう、ぜひ行かせてください、もう年明け早々に行かせていただきます。そんなに攻めるじゃないか、それもっと何年かして。お徳さん、私もあの、ね、先日息子が生まれまして。息子さんなんですか。そうなんですよ。で、おめでとうございます、ありがとうございます。一つのその環境として、まあ、これも賛否あると思うんですけど、まあ、YouTube に出させてあげようと思っていて、そしたらいろんな方にも出会えるし、で、まあ嘘を隠すも、お父さんは喋る人で表に出る人だから、まあ、そこに生まれたんだから、そういう星の元だとして、嫌だったらもう出なくていいけどっていうんで、本人がこう喜ぶ範囲では、もうちょっと巻き込んでいこうと思うんで、はい、一緒にぜひコラボさせてください。お願いします。この後ね、あの中学、このね、今日講演させてもらった中学のサッカー部の練習をね、ちょっと見てくださるということで、見てくださって、僕別にここの学校のものでもないんですけど、ちょっと行きましょうか。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。